Driving. No purchase necessary. こんにちは、早川洋平です。この番組では僕が日々出会う魅力的な方との対談から毎週 Q&A を一つえりすぐって約5分でお届けしています。さあ、今年最後12月のゲストは脳研究者の池谷裕二さんです。今週はこちらの Q&A をお届けします。まあ、脳研究者としてその、まあ、学生だったり、まあ、お近くのご家族、まあ、ご自身を見ていてこう、なんか今こういうあえてなんか脳の状態っていうのも変ですけど、なんか特殊な感じになってるんですか？はい、特殊な感じになってるっていう表現、本当にいいなと思うんですけど、もうズバリその通りだと思います。で、そしてこれがまた脳のすごいところなんですけど、はい、あの適応力の速さですね。慣れちゃう。っていうんで、まあ、会議オンラインだったら、まあ、オンラインでいいかみたいな感じの、あのすぐに慣れてしまうという、まあ、だから多少不自由とかがあったとしても、まあ慣れちゃうんですよね。だから例えば昔とかでも 今更そのスマートフォンとか携帯がなくなっちゃうと待ち合わせも困ると思うんですけど、昔はそれなかったとして不自由なくやってましたよね。でだからその何か不自由があったとしてもそれを不自由だと感じない程度に慣れるこのスピード感っていうのはちょっと脳研究者としては、あの驚くというよりまあ嬉しくなるというか、やっぱ脳ってすごいじゃないってこう言いたくなるというか、それ例えば、まあ、先生の個人的な驚きでもいいですけど、何か例を挙げるとしたらどんなことですか、このコロナ禍で。そうですね、例えば今第3波が来ていると言われていて、まあ、ここ数日のもしかしたらあと数日以内で過去最高の新規感染者数記録するんじゃないかと私見てるんですが、まあそれでも多分人々は昔ほどはもう怖がらないというか、つまりその体に免疫ができるかどうかっていうのみんな心配するわけですよね。だから一回免疫ができちゃったらもうかかんないから、まあいいんじゃないのって。でももし免疫ができなかったら何度も何度も毎年のようにコロナウイルスにかかるだから心配でしょうっておっしゃる方もいるんですけども、実は、体の免疫よりも心の免疫の方が早くできてしまうと言って、心の免疫つまり慣れちゃうってことですよね。まあ、またコロナのニュースでもう飽きたよそれって、っていう、この速さ、がすごいです。だからこんなに数が多いにもかかわらず昔ほど気に留めない人が増えている。もちろん気にしてらっしゃる方もたくさんいるんですよ、でもまあ戦々恐々とするという社会的雰囲気っていうのはないですよね。それどころかも最近は団体観光客見かけますからね、観光地でね。じゃあこれはまあ良し悪しは別として、完全に まさになんか脳のその働きというかそういう感じなんですね。そうですね、そうか、まあ、まさにこのコロナ禍って、まあ、普通に考えたら生命に関わるような、まあね、世界中がこういうことは今まで、まあ、歴史上もね、まあ、あったとしてもそのしょっちゅう起きることじゃないんですけど、と思うんですけど、いやここまで大規模なのは初めてだったんです。やっぱり人の往来、まあ、飛行機ですよね、やっぱ大きいのはね、やっぱりペストがすごく流行ったとかって言っても、やっぱ局地的なんです、世界的に見ると、なのでやっぱり人の往来と、飛行機やっぱり大きいですね。それからあと僕らが知識として感染症っていうのはウイルスや細菌によって起こる、で場合によってはワクチンとか薬があれば予防することができるっていう知識を知ってしまったがゆえに、これ結構重要なんですよ。それ知らなかったらもう普通に感染して亡くなっちゃうので、もう知ってるので怖がっちゃうんですよ。つまりそうこうすると感染するからこうしたくない、だからマスクしよう、手を洗おうとか、それいいことなんだ、いいことなんだけど、何にも知らなかったらただの、神頼みするしかなかったんです。だからまあ、なんで今はその、知識があるがゆえに他人、あの人マスクしてないんじゃないかとか、こういうギスギス感みたいなものが昔以上に生まれてしまうと、知らない方がねいいことってありますからね。そうですね、昔の場合だって水道がなかったから手洗えばきれいになるって、その洗ってる水が汚かったですからね、そもそもね。確かになので、まあやっぱり人類で初めての経験だと思います、こういうパンデミックの仕方って。そうですね、いかがだったでしょうか。人の適応力の高さ、体よりも心の免疫力の方が早くできてしまう、池谷先生のお話を聞いて思い出したのは、マスクを当たり前のようにつけ、どこに入るのも、消毒を当たり前のようにする、毎日でした。最初は、あんなに異様に感じたのに、今はどうでしょう、日常になって、しまった方が多いんじゃないかなと思います。本当に慣れの力って大きいですね。
人間とはつくづく環境で作られる生き物だなと思いつつ、だからこそ日頃どこに身と心を置くか、制約が多い、まさに今だからこそ大事にしたいなと思いました。5ミニットアップデート、この番組では僕が運営するインタビュー音声マガジンライフアップデートアンリミテッドの最新インタビューから抜粋してお届けしています。池谷さんのインタビューの完全版を聞きたい方は説明欄にあるリンクをチェックしてみてください。来週も引き続き池谷さんとの Q&A をお届けしたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、早川洋平でした。